下北へ来ました。ここには本のセレクトショップがあるのです。その本屋さんへ行きたいので向かいます。駅からは少し離れてる。下北にもこんな閑静な住宅街があるのなんか良いね。着いた。駅からだいたい10分弱かな。B&B さん。なんか階段の下に本が置いてあった。入り口に絵本たくさん。海外文学の充実度がすごかった。海外文学ファンにはおすすめかも。もう1店舗へ向かいます。到着。本は大事な体の栄養、いい言葉だ。文学フリマさんで見かけた本もあって楽しい。カメラ下手すぎだろ。突然の切り替えで申し訳ない。渋谷へ移動してきた。家庭用安心工具に渋谷出てくるよね。トリマ腹ごしらえ、めちゃくちゃ美味しかった。渋谷からバスに乗って代官山へ来た。その理由はずっと来てみたかった代官山蔦屋書店。芥川賞、直木賞候補作が目立つところに、芥川賞何取るかな、希望の糸文庫本出たんですね。座席が空いてなかったので歩いて飲みながら渋谷駅へ戻ることに。新宿のブックファーストさんへ移動してきた。すんごい可愛いオブジェあった。いろいろ映像がお粗末ですみません。ここから購入品紹介へ移ります。はい、帰ってきました。と言ってもですね、別日に撮影の方をしております。で、買ってきた本がこちらに山積みとなっておりまして、買ってきたものをパパパパッとご紹介していきたいなと思います。ではまずですね、母の買ってきた本からたまには先に紹介していきたいなと思います。母の買った本がこちらの2冊、こちらもジュンク堂さんで買った本でございます。母ですね、なんか世界で一番好きな本屋さんがジュンク堂の池袋本店さんっていう風に言ってますね。その理由がですね、まあ、母ね、文芸誌がめちゃくちゃ好きな文芸誌オタクなんですけれど、文芸誌のバックナンバーが充実しているんですよね。今回買ったやつもバックナンバーで、こちらシミの手帳のボリューム4ですねを買ってました。ボリューム4を、どうしようかな、買おうかなって悩んでいたところ見つけたみたいで買ってました。詳しい理由はちょっとよくわかんないんですが、最近すごく気に入っている文芸誌ですね。続いてが絵本の雑誌1月号でございまして、これね、見てください。特集がミステリーの新時代到来ということで、読んでみたいって感じで買っていました。本の雑誌は毎回買ってるわけではないんですけど、特集が気になるものであったら買ってるっていう本ですね。で、勝手な推測なんですけど、ミステリーの新時代到来っていうことで、少し前から携帯とかスマホが発達しすぎてて、ミステリー小説のなんかアリバイとかそういうのを作るのが難しくなってきたっていうお話を伺ってて、新しい境地を迎えているのかなっていう風に勝手に思っています。でも最近スマホとかそういう IT を駆使したミステリーとかも結構出てきている印象があるので、ミステリー界隈も世代交代的な波が来ているのかなっていう風に勝手にね、勝手に感じています。で、今回のこの本の中で結構ミステリー小説のおすすめ本みたいなのが紹介されているんですけれど、どれもね、面白いよっていう風に聞いた作品ばっかり載っているんですよね。やっぱり読んでみようかなとかって思いました個人的にあんまりミステリーが得意ではないっていうのが読まないんですけど、たまにはバディものとかにも挑戦してみてもいいのかなとか思ったり
してますね。ではここから私の買った本をご紹介します。見てわかる通りほとんどが単行本で、文庫が一番上の一冊になりまして、まず文庫本からご紹介をしていきたいなと思います。こちらです。これ初めましての作家さんなんですけど、伊坂明さんで合ってるかな、世界の愛し方教えてでございます。なんとですね、サイン本だから買ったんだろうって思われそうなんですけれども、違うんですよ。帯文を読んでいただきたいんです。手下ろしで、世界が大嫌いでも恋をしていいですか、え、どういうことってなりません？このね、帯文に惹かれて買ってみました。薄いしすぐ読めそうですよね。まあ、講談社タイガーさんなのでライト文芸ということでね、さらっと読めるのかなっていう風にも思ってます。では続いて単行本を紹介します。一冊目がこちらです。じゃじゃじゃ、大好きな似たどり圭さんの夏休みの空欄探しでございます。で、なんとサイン本だったんですよ。ラスイチでゲットしました。で、これ発売されるっていう時に気になっていたんですよ。似たどり圭さんすごく個人的に好きで応援していて追いかけてる作家さんなんですが、ちょうどね他にも欲しい本があったりして、例のごとく買う順番がね後ろの方になってしまっていた本だったんですけど、今回ねなんとサイン本を見つけてしまって、あ、待っていてよかったのかもしれないっていう風に勝手に解釈しております。たまにねこういうがっつり青春みたいな本をね読みたくなるんですよ。で、大好きな似たどり圭さんが今回出されていて、いや、これもすごく読むのが楽しみですね。今年のねお盆休みとかにね読みたいなっていう風に思っています。続いてがこちらです。これも初めましての作家さんなんですが、麻生かも短編小説集すべては一度きりでございます。この麻生かもさんってお名前なんですが、勝手にあ、そうかもから来た名前かなっていう風に思ってるんですけど、違うかな。あの、これもねサイン本だから買ったんだろうと思われがちなんですが、そうではございません。ここに書いてあるんですけど、摩訶不思議な五重の物語っていう風に書いてあって、もしかしたら私が好きなタイプの本だろうなっていう風に思いまして買ってみました。表紙絵もねすごく自分のツボを刺してくるというか、ポップなんだけど奇妙で不気味な感じ。ブロッコリー人間だったり、馬の足が人間だからこれが被り物で人間が入っているのか、それとも人間の足をしている馬なのかみたいなね、すごくね興味をそそられる表紙ですよね。はい、楽しみです。続いてがこちらです。瀬尾舞子さんの救えば手にはでございます。これもねおめえサイン本しか買ってねえのかよって思われそうなんですけれども、私瀬尾舞子さんって読んだことがないんですよ。心が温かくなる本を書かれますよね。結構私不条理だったり胸クソ小説が好きなので、自分の好きなジャンルとは正反対いらっしゃる作家さんなんですけど、これねあらすじが、大学生の男の子が主人公らしいんですけれど、人の心が読めるっていう子らしいんですね。なんかすごく面白くないですか。もう設定が面白そう。で、もし自分がそういう設定で本を書くとしたら、人をいかに騙してみたいなお話をね書くかなって思うんですけれど、まあ、瀬尾舞子さんなので切なく温かい物語っていう風に紹介されていて、あ、どういう感じになるんだろうっていう風にねちょっと興味も湧いて買ってみました。続いてがこちらでございます。中島京子さんのオリーブの実る頃。私中島京子さんって美術系の本をたくさん出されている印象しかなくて、今回初めてねなんかこういう普通に小説も書かれていらっしゃるんだなっていうのを知って買ってみました。これがねここにも書いてあるんですけど、不思議な6つの果実って書いてあって、不思議なお話なのかなって思って、絶対私の好きなジャンルかもしれないと思って買ってみました。で、短編集っていうこともありまして、読んだことのない作家さんだったら短編集でも手出しやすいなっていうのがあって買ってみました。表紙もすごく可愛くないですか、ね、で最後の本なんですが、最後の本がめちゃくちゃすごいんですよ。こちらでございます。もうご存知の方も多いと思います。郷克弘さんの爆弾でございまして、今回の直木賞の候補作になっている作品ですね。これ撮影してるのが7月の19日で、もう明日には発表されてしまうんですけど、ノミネート作品が発表される前の時点からこの作品がすごく面白かったっていう声を聞いていて気になってはいたんですけど、この分厚さってのもあったり、私の得
意じゃないミステリーっていうのもあって手を出せなかったんですね。でノミネート作が発表される前に都内の本屋さんに行った時にこの爆弾のサイン本あったんですよ。で郷克博さんって以前も直木賞にノミネートされている作家さんだからもちろんお名前をご存知で新刊かって思っていたんですけどその時買わなかったんですよね。評判は聞いてたけれども今すぐは読まないだろうなって思って買ってなかったんですよね。でその後ノミネート作にこの作品が入っていらっしゃってはぁ買っておけばよかったんだなって過去の自分を殴りたい気持ちに駆られてしまいました。でやっぱりその直木賞にノミネートされたっていうのもあって読む方が増えて読書メーターにもたくさんこの本の感想がね投稿されていてそれを読むたびにはぁ読みたいな読みたいなっていう気持ちがね募ってきてでもあの時買わなかった自分を戒めたい気持ちもあって買ってなかったんですよ。買いたかったけどでもそろそろ観念して買うかって思っていた矢先サイン本をね見つけてしまいましてあーもう嬉しいですね。こんな自分に最後の最後でどうぞって感じで現れてくれましていやもうすごく嬉しいですね。もうねどれから読もうって感じなんですがこれはね早速読み始めたいなっていう風に思っております。楽しみでございます。はい、というわけで今回の購入品は以上となります。いやもう本当に都内の本屋さんって楽しいですよね。地元の本屋さんは、まあ、小さいっていうのもあるんですけれど直木賞とか芥川賞が発表されたとしてもなんかそういう本がねあんまり置かれないんですよね。ノミネート作が発表された買いに行くぞって思っても置いてなかったりするんですよね嘘やろって感じなんですけど、まあ、都内にはね絶対どこの本屋さんにも置いてあるから文化人がいる街なんだなってっていうのもあってやっぱり都内の本屋さんっていいなって改めて思ったりましてね。はい、というわけで何の話だって感じなんですけれども以上となります。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。いつもの通り Vlog とかいろいろ下手くそな映像で本当に画面用意された方いたら本当に申し訳ありません。ではまた次回この動画でお会いしましょう。さよなら。